もそうですけれども全てリニューアルされて何かこうスペースシップの乗組員というような感じがしました。改めまして皆さんこんにちは、スタジアム DJ の井原潤です。本日はようこそファイターズギャラクシーベースボールテイクオフイベントお越しくださいましてありがとうございます。さて、今日はですね、いろいろ今シーズンからファイターズが取り組んでいく演出について、ご紹介していきたいと思うんですが、まずはこちらのファイターズガールの衣装でございます。未来の宇宙アイドルをイメージいたしました。SF 感を際立たせるラインを生かして大人っぽさをプラスしたデザインに仕上げているんですね。で、実はジャケットの裾の部分切り返しになっていて、なんと3パターンのバリエーションお楽しみいただけるということなんですが、じゃあ詳しくファイターズガール五十嵐さんからお願いします。前の部分が裾があるタイプと今がないタイプになります。そして後ろの部分も取り外しが可能になっています。すごいですね、はい、3つ3パターンあるんですよね。はい、いやー、どんなものが登場するのかちょっと楽しみなんですが、今シーズンはこちらの衣装で試合を盛り上げていきたいということで、ファイターズガール五十嵐さんよりファンの皆様へ一言メッセージをお願いします。今シーズンファイターズガールは総勢22名で活動します。最高の笑顔と最高のパフォーマンスでファンの皆様と共にファイターズを勝利へ導きます。今シーズンも熱い応援よろしくお願いします。今シーズンのファイターズガールにもぜひご期待ください。皆さん大きな拍手を、ファイターズガールの皆さんでした。